ムツゴロウさんの本名は、畑正則。ムツゴロウさんは、ライオンに右手中指を噛まれて失っている。ムツゴロウさんは、指を食べられても、周囲に知らせず撮影を続行したことがある。ムツゴロウさんは、アナコンダに首を絞められたことがある。ムツゴロウさんは、三分間は、 呼吸を止められる。ムツゴロウさんは野生のワニと泳いだことがある。ムツゴロウさんはオタマジャクシの成長を2週間不眠不休で観察したことがある。ムツゴロウさんはマージャンのプロである。ムツゴロウさんのマージャンの段位は普段、ムツゴロウさんはマージャンで、 給料の5倍を稼いだことがある。ムツゴロウさんの囲碁のレベルは5段。ムツゴロウさんはムツゴロウ動物王国の閉園で約3億円の借金をしたことがある。ムツゴロウさんは8年で借金を完済した。ムツゴロウさんの恋愛を描いた映画がある。ムツゴロウさんは一度見たものを 記憶できる。ムツゴロウさんは、東京大学理科二類を現役合格している。ムツゴロウさんは、東大受験の数学は、時間が余って終わるまで退屈だった。ムツゴロウさんは、東大時代に、有機化学の現象をドイツ語で、一晩で暗記したことがある。ムツゴロウさんは動物を愛しているからこそ、 何でも食べたことがある。ムツゴロウさんはライオンが食べ残したシマウマの精肉を食べたことがある。ムツゴロウさんは罠にかかったネズミの肉を食べたことがある。ムツゴロウさんはハエの揚げ物を食べたことがある。ムツゴロウさんは動物を愛しているからこそ何でも食べたことがある。 ムツゴロウさんは全長10センチ以上のナメクジオナで食べたことがある。ムツゴロウさんは生まれ落ちたばかりのコウマのヒズメを食べたことがある。ムツゴロウさんは冬眠中のコウモリの直腸を食べたことがある。